どうも、エルザです。それではラストオブアスパート2やっていきたいと思います。船の中でということで、やばいなとマジでやばいなと。まあ一応クロスボウゲットできたんで、それなりに隠密はしたいなと希望は持ちつつ、まあでもほんとね、この隠密ってありがたいよね。ハサミだったは使う。まあ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 、あ、コイン、ウェストンバージニア、ヘラジカかな。奥か。どうしよっかな。そしたら、そちらにいたのね。ああ、中にいんのか。これ乗れたら最高だったんだけどな。止まってくれねえ。やっちまったちょっと待ってね、急にねえ。まあでもこれじゃ出てこないでしょう。もうね、銃を一発撃ち込んでるからね、その時点で。いやーマジか。でもすげえ。ああやっぱなんかおかしいね。なんかバグが発生しやすいマップとかってあるのかな。特定の位置に来るとね。サイレンサーにしといて、ないね。おお、あー来たねー。先っぽまで来たねー。
いやーこれ、とりあえず数減らしていこう。あー金庫、金庫パスワードなんだったっけ。907701。後ろが怖えな。90777。何が入ってる？サバイバルガイドだ。これ絶対嫌だろ。即席で作れる武器とテロ戦術。いや、違う。うわー、改良型サイレンサー、ここか。てか、矢は作れねえ、しかも。いやーどうしようこれ。困ったぞ。奥だよな問題は。いやマジでフリッカー対策でクロスボウ残しとけばよかったな。よし。音を立てなければいけるんだけど。いるんだよね。嘘でしょ、シャンブランまでいる。シャンブランいんの？なんか見えたなと思ったら。さあ発砲の準備といくか。いけるいける、これはいける。
いや、シャンブラきちいな。マジかよ。後ろトレバとかのレベルじゃねえぞあれ。すまんな。音に敏感なだけだよね。うわ、どうしようか。相手にするか悩むな。ここはもう無視していこう。あいつを構ってる暇はない。よし、よし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 。あー、矢がいっぱい。めっちゃ船長刺されてんじゃん。サンディエゴを立ちバンクーバーに航路を設定。乗客を乗せてる最中、乗船を試みる群衆が暴れ始めたが無事脱出できたと。シアトリには来てたのか。おお。ひどい。あれ、ああいなくなってる。消えたね。ああよかった。あ、反対側には行けない。いや、行けたね。わあ、コインゲット。やらしい。ユタッシュ。乗れないんか。それじゃあもう一回渡っていこっかね。はしごを登る感じか。はしご登って電気を消しといていいよね。こっち？こっちでいいのかな。まあそんな感じがする。ちょっとこっち見てみようか。なんかキラキラしてると全部物資に見えてしまうな。アルコール、あ、なんか作れるようになった。あー、サプレッサーね。これ改良型作らない限りは消費が激しいね。燃費悪いわ。ここ物資はない？ないのか。で、降りる感じだね。いやー、あ、今なんか声聞こえた気がしたけど。
気のせいだよね。何もなし。まあ降りて、こっちかな。登れないね。あー来たー、水族館かな。まあ水族館といえばイルカ。はあ、やっと着いた。ちょっと応援に話を聞こうか。特にはないよね。もうコインが気になってさ。コインがあるんじゃねえかみたいな。あ、違う。あー、なんか先見てしまったからあれだけど、正面ノックして出てこないから裏から回ってやるみたいな感じかな。んじゃ、ノック行きますか。オーウェン、オーウェン、オーウェン、いないの？あいつなら絶対裏にいるはず。やっぱり予想当たったね。さっきあの、こっちだよねみたいな話探してる時言ったんだけど、さっすわー。開かない。こっちかな。これじゃガラスの意味ないよね。これ使う。どういうこと。ここ行くのに投げてってことね。で持って持って、いや持って持って、多分こっちだ。で、これは持ってないね。で、登れるようになると。賢い。これ入るだけでも一苦労だな。あー、そっち行けないのね。ほら。うわー、怪我しそうだけど今の。あれ？こっちは裏か。あ、ここはあれだね、エリー編で多分入ってこなかったところだね。あっちなんかあるって言って。よし、バックパックはある。これってち、バックパックはある。もしかしてさ、隊長がダニーに裏、オーウェンを殺せっていう指示したのかな。で、それに反抗して、まあ、殺さざるを得ない状況になったとか、
そんな感じもするよね。開かない。あー、じゃああっちか。このカニはね、オーウェン、いない。たく、なんなの。さあ、サメの方へ行こうか。の前に、何もない。結局お酒は完成したのかな。左、ここ。やっぱりいた。船か。オーウェン、いや、いないのか。ひでえな、お前か。アイザックのお使いか。違う。これどうしたの。一旦バラして組み立て直すんだ。あっさ、なんかいらない。そうですか。ダニーが死んだ。だろうな。何があったわけ。野営地の掃討してたんだよ。スカーが数人いたから。男の頭を思いっきり殴ったら倒れやがって。目の前にある武器には目もくれずに、そいつ。俺のこと見つめてた。くたびれた。じいさんがこっち見てんだ。死ぬ気でさ。殺しは慣れてる。でもよ、あのじいさんだけは。殺せなくて。そんでダニーが突っかかってきたから抜けるって言った。やるならお前がやれってな。そしたら俺に銃向けやがって。だからとっさに掴んで、どっちが撃たれたかも分かんなかった。正当防衛でしょ。よせよ。アイザックは私が説得する。もううんざりなんだよ、アビー。クソほど興味もない土地をめぐっていがみ合うのはもう嫌だ。サンタバーバラに行く。噂を信じて。ただの噂じゃない。ファイアフライなんてもういない。終わったの。だとしても確かめなきゃな。
じゃあメルは。置いてくよ。そう、酔いが覚めたらまた話そう。やめろよ。何を。俺をイカれた奴扱いするな。お前も来たいくせに。サンタバーバラにファイアフライがいるなら一歩たりとも近づきたくないね。何を。別に。大人になったら私みたいに。どうすりゃ大人になれる。親を殺した奴ら探し出して殺しゃいいのか。そいつらが泣き叫ぶまで拷問して。一度ここに来たね。もう悪夢やんこれ。それともこの先の話があるのか。いや一緒だろうな。え？世話が焼ける。シアトル2日目。まずい。まあ戻れないよね。二人を連れ出さなきゃ。私何してんだろう。あの子たちはスカーでしょ。これバレて裏切り者になるんじゃない。展開的にね。とりあえず。まあでもそう言ってもね、助けるしかないよね。それあっての命だし。落ちませんよ。やった。クロスボウは一本。あとはサイレンサーがあるだけ。いや多分矢が作れるようになると思ったんだけどな。ないよね。サバイバルガイドじゃなくて何かで手に入るのかな。さて
かにあのガキだった。まだ生きてはいそう。あの子は恥ずべき子供だ。二人の母親は？うわ、めっちゃいいんや。呪われた子ね。ちょっとナイフ使う、ここは。状況が悪い。しかもさ、ハンマー持ちの大男がいるんだよね。あれ絶対ステルスキルできないでしょ。いけんのかな。だから道が抜きやすくなってんのか、そのあたり。なんであんな穴あるのかなと思ったら。一撃じゃないからな、そこだけを問題は。すまんな。ハンマーが一人。念のためショットガンにも変えとくか。持ち2人ちょっと試してみるか。いけた。これ厳しいね。先にハンマーやろう。これさ、意外と近づかない。よし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 、いい感じ。テープ使えるからナイフ作って。いやー、ナイフいい感じだったね今回ね。ハンマー、いや確かにハンマー使えるんだけどさ、振りが遅くてカウンターの元になるんだよね。か、見られてるね、なんかね。あと一人いたか、もしかして。よしよし、そしたら時間的にキリがいいんで、ここまでにしましょうか。
多分兄弟の救出かな。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。